はい、どうも、一平が批評です。劇場公開が2022年の5月13日、そんでもってネットフリックス配信が先行して4月の28日っていうね。で、監督がアニメの進撃の巨人の監督荒木哲郎さん、キャラクターデザインは漫画家の小畑武さんの映画バブル配信にて見てまいりました。劇場に先駆けてネットフリックス配信めちゃくちゃ良くて、劇場でもみたいなことなのか分かりませんけども、そういうマーケティングなのか分かりませんけども、正直配信で十分というか、なんなら別に見なくてもいいんじゃないのか、スルーでいいんじゃないのかという感じの映画でした。で、今回はね、この映画バブルに乗れなかった2つの理由についてお話ししていきたいと思います。ちなみにね、ここからはネタバレありの内容となっておりますので、見てない方はご注意ください。では、まず面白くなかった理由、1つ目は話の目的がよくわからないということですね。で、この映画ね、一応なんかこう重力がおかしくなった東京でパルクールのチームレースみたいなのやって、相手チームから食料とかもらうって、負けた方のチームが食料奪われちゃうみたいな感じのこう世界観、生活感なんですけども、それが一体どのくらいのダメージなのかがよくわからないんですよね。もうレースに負けたらもう死ぬしかないみたいな、負けたらこうどのくらいのダメージを食らうのかわからないし、そもそもその食料がどっから供給されてるのかわからないし、そもそもレースの安全性ですよね。落ちたら即死なのか、それともある程度安全が担保されてて命の掛け合い、デスゲームというよりはスポーツライクな競技なのか、そこら辺がね全然わかんないんですよね。ついでね、ちょっと話ずれちゃうんですけど、こういうスポーツ的な映画を扱うんだったら練習シーンとかがないとそもそも面白くないと思うんですよね。まずスポーツものとしてまず不出来だと思うんですよ。で、ごめんなさい、話戻して、そこからパルクールレースの目的ですよね。もちろんね、パルクールの映像の凄さ、躍動感みたいなのはすごいはすごいんですけどね、そこにドラマがないっていうのもあるんですけど、パルクールレースの他ですよね。歌っていう女の子がいて、その女の子を救いたいっていう目的はまあわかるんですよ。好きな女の子を救いたいっていうね。ただその救われる歌側の話ですよね。なんかいつの間にか日本語話せて地球人受けそうな服着てて、パルクールもなぜか得意でっていう、こう都合のいい設定もね腹立つんですけど、終盤のこう姉ちゃん出てくるあたり、歌の姉ちゃん出てくるあたり、歌を救うの失敗するけど、なんか歌の意思で姉ちゃんと決別して響きを救ったら自分は泡になるけど東京に重力が戻るっていう、なんでなんでってことなんですよね。で、歌はこう泡星人、泡の星人にとってどういう存在かってことなんですよ。泡星人が地球人に恋したら重力戻るっていう世界系の設定、てかそもそも泡と重力ってそもそもなんか関係あんのとかね、気になると歌みたいなことで主人公のイケメン最後叫んでましたけど、こっちめっちゃ冷めてましたからね。で、ごめんなさい、二つ目、長くなっちゃいます。二つ目ね。これはね、それぞれね、捉え方、考え方あると思うんですけど、恋仲に発展する過程が生理的に受け付けないってことなんです。これちょっと時系列まとめると、響きがちっちゃい頃に泡が東京にいっぱい出てきて、重力がうんぬんかんぬんで、東京がぶっ壊れてたくさん人が死んだんだけど、なんかその時響きに話しかけていた泡がいて、それが歌で、その歌が響きを将来的に救って、その歌と響きが恋をしてっていうね、設定がまずどうなんだって話ですよ。一応泡のせいで街がめちゃくちゃになってて、泡って人間にとって忌むべきものじゃないですか。一応みんなで集まってこう人間包んで、泡が人間包んで殺そうみたいな悪意みたいのも感じますし、で、その忌むべき泡が姿を人間に変えて響きに近づいてきて、響きを救ったからまあ泡にもいいとこあるんですよ的な流れですよね、これね。それってどうなんてことなんですよ。例えばね、これね、適切じゃない例えかもしれないんですけど、親を殺した毒ガスを作った会社の社員に恋しちゃった、でもこの社員は経理なんで毒ガスのことあんまり関係ないんですよみたいなことだと僕は感じてしまったんで、そこの2人の恋を単純に応援、なんなら感動っていうのは全然できなかったんですよね。はい、ということで映画バブルはストーリーの目的はよくわからないっていうのと、
恋仲になる設定がちょっと生理的に受け付けない、生理的に無理っていう2点で相当満足度低いです。もう配信で見たこともなんなら後悔してるレベルで満足度低いです。まあ、それこそね、なんかこの映像を使って5分ぐらいの MV 作ればね、いいんじゃないのか、それで十分じゃないのかなって、そんな感じですよね。アジカンの曲とかね、イブとか、そんな適当な曲、テコンキンクリートみたいな世界観で作ればいいんじゃないですかね。はい。それではね、少し長くなってしまいましたけども、ここら辺で終わります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。1分映画、今日でした。